ただいまから、宝の島、徳島ワクワクトークの意見交換会を開催いたします。このワクワクトークは先進的な取り組みをされているところに飯泉知事が出向きまして意見交換をさせていただくためでございます。本日は10月28日、徳島ヴォルティス対東京ヴェルディ戦、それをなんとか盛り上げようということで、県内の学生さんでスタジアム学園祭をプロデュースするという画期的な取り組みをされている皆様方と、スタジアム学園祭への思いをざっくばらんに意見交換していただければということでございます。これから意見交換に入りますけれども、まず最初に飯泉知事の方からご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。まずは皆さんこんばんは。こんばんは。今日は宝の島徳島ワクワクトーク、皆様方には有国お集まりをいただきまして本当にどうもありがとうございます。実はこのワクワクトークですが、従来県民の皆さんとのいろいろな対話集会という形で、例えば地域別年代別というしゃべり場徳島とか、あるいは県政の重要課題をテーマとしてパネルディスカッション形式で行う円卓会とか、こうした形をとって実はお集まりをいただいたという経緯があります。しかしそれだったら逆に意欲的な活動をされているその活動の場に私が行った方が一人が移動すればいいだけですからね、その方がいいんじゃないだろうかということで、県内でいろいろな意欲的な活動をされているところに直接お邪魔をさせていただいて、その活動の状況を見せていただくとともにいろいろな意見交換をさせていただこうと、そういう発想でこのワクワクトークというものを始めさせていただきました。そして今日はいよいよね J リーグ J2 徳島ヴォルティス、これを大いに盛り上げていただく若い歓声でということでの今回のスタジアム学園祭、そしてこれにかける皆様方の思いを直接お聞きをしながら、なんといってもまずはこの東京ヴェルディ戦をどう盛り上げていくのか、それとスポーツなどを通じて、あるいはイベントを通じての皆様方の意欲的な、活動思いといったものをいろいろお聞きをできればな、そしてその思いをいわば若者代表の考え方ということにもなるわけですので、しっかりと受け止めさせていただきまして今後の県政に生かしていきたいな、このようにも考えておりますのでね、ぜひ積極的にご提言をいただければと思います。それでは今日のワクワクトークよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。はい、それでは知事の方から、皆様方に対しまして、スタジアム学園祭のそれぞれの思いというようなものを聞かせていただくというような形で、進行したいと思います。それでは知事はい、それでは進行役を兼ねて進めさせていただきたいと思います。それでは各学校のイベントの企画案をまず各校の代表の皆様方に発表していただいて、その後それに対してのいろいろな形での補足、あるいは皆さん方の思いといったものを発表いただければと思います。それではまず各学校ごとで行かせていただきたいと思いますので、席の順番でいきましょうかね。じゃあこちら側から、まずは小松島西高の皆様方に発表をお願いしたいと思います。どうぞ。はい、小松島西高校の方では、ブース企画として食物課による、菓子、パンや菓子、焼き菓子など販売、あと徳島おから工房では、おからアイスフェアというものをやろうと思ってます。あと肉まんの開発販売、課題研究の方ではポップコーン綿菓子、ヨーヨー、あとスーパーボールスピンなども考えております。あと2年生の方の課題研究ではおもてなしブースとしまして、布を絞りの配布、PR なども考えております。次にステージ企画としては吹奏楽による演奏で小松島西高校と徳島商業と小松島高校のコラボ演奏を企画中です。で、例年通り生活文化課によるファッションショーで、スタジアム内ではスタジアム結婚式をしたいなと思っています。からそして共同ブースではスタンプラリーを実施して、スタンプをすべて集められた方にボルタ君とティスちゃんのお面をプレゼントしたいと思っています。小松島西高校のからは以上です。はい、ありがとうございます。それでは一通り各学校の企画を、それから特徴みたいなものをお話をいただければと思いますので、次に徳島商業高校の皆さんよろしくお願いします。はい、
徳島商業高校のプランとしては2年3組のブースとしてオリジナルチュロス、ワンハンドタルト、盛岡ジャージャー麺の販売を実施する予定です。でコムコムのブースとしては桃いちごのシュークリームや間に合えば現在開発中のレアチーズと徳島県産のいちごを使った大福などを販売することにより地産地消に努めようと考えております。さらに小野川クッキーの販売を考えており、小野川クッキーとは僕たちが開発して作ったずんだやきなこ、チョコチップなどのクッキーを宮城県小野川谷小学校の子どもたちがデザインしたパッケージに入れて販売するというコンセプトの絆に沿った商品になったので見どころとなっております。その他、被災地支援の写真展として復興支援メディア隊が作成した写真パネルを展示する予定があります。さらにアンパンマンバスコーナーや子ども体験コーナーなどの実施を予定しており、その他1年生がいくつかのブースを出す可能性があり、吹奏楽部も大会と同じ曲なら演奏可能とのことです。徳島商業高校から以上です。はい、ありがとうございました。それでは次に徳島工業短期大学の皆さん、よろしくお願いします。はい、徳島工業短期大学は昨年に続き 1600cc のフォーミュラーカーの展示と電気自動車 EV でモーター搭載のセリカを展示します。工業短期大学が出している車を多くの人に知ってもらうために実際に乗ってもらって写真撮影をすることを予定しています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは四国大学の皆さん、よろしくお願いします。四国大学ではスタンプラリーをしたいと思ってまして、スタジアム祭に出展している各ブースにスタンプを置き、それを回ってくれた方にはハロウィンが近いっていうことでハロウィンを兼ねた景品をプレゼントしたいと思ってます。あと疲れた時誰もが一息つける場所の提供として休憩所も考えています。終わりです。はい、ありがとうございました。それでは奈良教育大学の皆さん、よろしくお願いします。はい、奈良教育大学は2つのテントを使って2つのことをやりたいと思っています。一つは、なる教室という、まあ、仮のタイトルなんですが、サッカーにまつわる内容について英語や数学や国語や社会や家庭科や美術といった各教科の観点から、サッカーにまつわる内容について楽しく、10分から15分の間でレクチャーしていくという、ブースを一つ設けたいと思っています。あと一つは、工作で、正二重面体という新聞紙を、細く棒状にして、サッカーボールのような形に組み立ててなるような、工作をしたり、折り紙やストローや爪楊枝を使って風車を作って、応援の時に、子どもたちが、使えるようなものを作っていきたいと考えています。あとステージではダンス部の皆さんに協力してもらって盛り上げていただきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは次に徳島文理大学の皆さん、よろしくお願いします。徳島文理大学からまずブースのイベントといたしまして、お菓子釣り、LED 工作、写真撮影、バルーンアートの4つを企画しています。お菓子釣りでは袋に詰めたお菓子を簡単な竿と磁石を使って釣るというものです。でこのイベントっていうのは昨年も実施させていただいたのですが、昨年はちょっとお菓子が重たかったためちょっと釣るのが難しいっていう事態が発生したため、今年はお菓子の量を工夫するなどして改良して実証したいと考えております。で LED 工作は、こちらにもあるようにこちらのような LED の土台に当日ある、自分が好きな飾りなどを使って、特に当日ハロウィンが近いということで、ハロウィンの飾りなどを使ったオリジナルの LED ライトを作成してもらいたいっていうふうに考えています。次に写真撮影では、イベント会場内での写真撮影を考えています。撮影した写真というのはこちらのようなオリジナルのフレームに入れて印刷し、このようにラミネート加工をして仕上げます。で昨年度同様、工業短期大学さんが当日展示していらっしゃる F1 カーなどの車に乗っての写真撮影っていうのも企画しています。で次にステージのイベントといたしましては、和太鼓、よさこい、ダンス、また、学生によるバンドなどのサークル活動の皆さんにイベントを盛り上げていただきたいっていうふうに考えています。
徳島文理大学からは以上です。はい、ありがとうございました。それでは最後に徳島大学に。はい、私どもから3つのブースを出展させていただきます。1つ目が体力測定ブース、2つ目が ドリブルタイムアタックのブース、3つ目がフェイスペインティングのブースでございます。1点目の体力測定のブースなんですけれども、私ども徳島大学からの参加者の多くがその健康であったりスポーツを専攻しているものが多いので、そのボルティスさんのイベントをお借りしてこう来場してくださったお客様に健康の意識をもっと持ってもらおうという思いでやっております。2点目のドリブルタイムアタックなんですけど、こちらはお子様にもお楽しみいただけるイベントとして当日展開させていただきます。あとこちらスポーツブランドの水野さんが協力してくださっているので、意外と高いクオリティでしっかりとした、はい、イベントができると思っております。で3つ目のフェイスペインティングなんですけれども、昨年大好評いただきまして、今年もやらせていただくことになりました。狙いといたしましては、その皆さんフェイスペインティングしてもらってスタジアム内の空気の一体感を生むということと、当日こちらを取り仕切らせていただくことを決定してるんですけど、個人的な狙いとしてそのファンの方はもちろんのこと、ファンでない方にもその応援の楽しさっていうものを知っていただいて、ボルティスファンを一人でも増やしたいと思っております。徳島大学からは以上です。はい、ありがとうございました。皆さん方から意欲的なお話をいただきましたし、また昨年対応された皆さん方は昨年の、例えば反省を今度はプラスに変えていこうとかね、そうした意味でおそらく高い企画度が予測されるなと。またもう一ついいのは、お互い そのコラボレーションというのがね、だいぶ進んできているなという印象も持っておりますので、やはりそれぞれの学校がどんなことをやっているのかっていうのを一堂に会してお互いが聞き合うということも、コラボレーション相乗効果っていった点で非常に期待が持てるんではないのかな、このような印象を受けたところです。今は時間も限られる範囲内でお話をいただきましたので、せっかく複数ご参加をいただいているところでは、さらに思いなども熱く語っていただくとか、また今何名かの皆さん方からは、昨年はこうあってこんな点ちょっとまずかったとかね、昨年こんな点やってよかったからもっとこうしようといった話もありましたので、昨年のこと、あるいは今年にかける思い、こうしたものもさらにプラスアルファでお話をいただければと思いますので、もう一巡していきたいと思います。それではまず小松島西高校、まだお話しされなかったですよね、はい、どうぞ。僕はその2年前のボルティス戦プロデュースから参加させていただいているんですけど、こうやって会議を重ねて企画を練っていくのは大変とても疲れます。でも一つのことに向けて全力で取り組んでいくことはすごいやりがいがあるし、こんな経験はめったにできないんで、とても勉強になりました。僕は前にサッカーをしていたので、このから工房でこのようなイベントに参加して徳島を元気にできることはとても嬉しいです。今年は座長となって、先輩たちがやってきたことを生かしながら各校で協力して目標入場させず1万人を目指していきたいと思ってます。ありがとうございます。目標数値も、ね、出てね、確かに過去2回やって、昨年は優勝戦線というか J1 昇格戦線にいたということもあって、天王山の試合になったんですよね、はい、FC 東京戦だった、これがもうちょっとで1万人っていうね、今おっしゃっていただいたように、やっぱり1万人っていうと、これまでの大会でもボルティス始まって参戦してから1万人というと、こう四国だよね、この時1万3000人とかね、1万を超える場合が多いんですけど、やっぱり鳴門の球技場で1万を超えるとなかなか壮観です。で、ね、サッカー、やられてるというお話でね、これまでの中でもあの球場がサッカーの試合で満杯になったことある、まだ改修前だったんだけど、いつだと思います？これね、 J リーグの試合じゃないよね、まだ大塚 FC 時代、実は中村俊輔がね、イタリアのセリアに入ってたでしょ、あの時にこう凱旋しましてね、でその時に、J1 のチーム、例えば横浜マリノスなんかとこうやったんだけど、その時にどういうわけか、 あとマリノス、グランパスで、西日本だとサンフレッチェとかね、言うじゃんだけど、どういうわけか当時 JFL で優勝した徳島ボルティスとやってくれた、
またそれまでね1分け1勝だったのかな。ほんで誰が考えたってボルツ負けると思うじゃん。ボルツって当時は大塚FCだけど、でその時は1万8000人ぶわ全部埋まった。でほとんどの人がね、俊介がゲッタラみんなうわーって言ってね、違うだろうって、それは上だとイタリアチームはっていうね、ところだったんですけどね。その時はでも見事に大塚 FC 勝ちましたよね。それから翌年、ね、いよいよ J2 に上がっていくということになってくるんですけどね、まあ、だから1万人という今おっしゃってくれてる数字っていうのはなかなかね、確かにいい数字ですよね。それだけ入るともう壮観ね、やっぱりイベントをやるときに一定の数っていうのはやっぱり必要ですので、まあ、ぜひ今おっしゃっていただいたように1万人ね、特に昨年もうちょっとだった点はね、ぜひ皆さんのいろんな企画で、そしてまた PR をどんどんしていただくことによって多くの若い皆さんが球場へね集っていただく、またサッカーに関心のない人も今一通りお話をお聞きをしていると、ハロウィンが近いんでいろんなハロウィンに関わるイベント、あるいはそうしたプレゼントを考えているよと、こうした点もネットや何かでね PR していただくと、あそれだったらちょっと行ってみようと、まあ、その場合はサッカーがついでになっちゃうんだけど、それでも来ていただくっていうのはね、サッカーのファンを生む重要なことにもなりますので、こうした点もぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは次に徳島商業高校の皆さんは、さっき佐野さんだけが代表で発表いただきましたので、あとお二人からぜひ。じゃあ私からいきます。徳島商業高校は今年が初めてそのボルティス の, そのこういうイベントに参加し始めたんですけど、最初会議をし始めた時はあの皆さんと全然まだ初対面で何喋っていいか分からなかったんですけど、その何回も会議を重ねていくごとにだん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 その距離が縮まっていったんで、これからも会議をしていってもっと距離を縮めていって、こう本番の時にはみんなで笑い距離をゼロに近い状態にして、こう成功に近づけていきたいです。確かにその会議をしていくって重要なことで、お互いの考え方こうしたものも分かるし、お互いの企画が分かり合えるんで、まあ、それに対してどうスパイス効かすかな、どんな協力ができるかな、いや場合によったらうちはちょっと出し抜こうかなと、先ほどねハロウィンも2つ重なってたじゃないですか。でそうした点でこれはお互いが相乗効果っていうこともできるし、逆にいや向こうよりもうちの方が上行こうかとかっていう場合もあるしね。そうした意味でお互いに会議を重ねるっていうのは企画を練っていく上にはね非常に重要なことだし、またお互いが一つになるにも重要な、これも一つの計画っていうかねなりますので、ね、しっかりと積み重ねてもらいたいと思います。それでは本山さんどうぞ。はい、そうですね、今回また特賞が初参加ということで、僕もすごくこの楽しみにしているんですけど、あのちょっと目標にしていることがありまして、今回、まあ、特賞のブースではあの写真展示、あの被災地の被災地支援の写真展をするんですけど、まあ、1万人の方にご来場してもらうことを目標としていますので、その1万人にご来場していただいて、またその1万人の方に写真展示を見てもらって、もう一度、まあ、1年以上経ってしまいまして、ちょっと皆さん被災地のことを忘れがちというか、まあ、考えなくなってきていると思うので、今一度考え直してもらいたいなと思っています。今本山さんもお話しいただきましたけど、先ほど佐野さんの方からも女川クッキーのね、これは、はい、特賞の皆さんが考えて作って、そしてパッケージを女川第二小学校の皆さんにしてもらう、まあ、そうしたお話ですよね、まあ、こうした形でやっぱりこう東日本大震災の被災地の状況どうしてもね風化していくんですよね、まあ、言っていただいたように、まあ、これをせっかくスタジアムに来ていただく1万人目指すね皆さん方にやっぱり知っていただくと、で風化をさせずにやはりこれからも支援を、あるいは交流を続けていくと、そうした大きなきっかけにねしていっていただければと、まあ、なんといっても宮城県の中で最初に新学期を迎えることができたのが女川第二小学校ということでね、これも本県の学校の先生方がね非常に頑張っていただいて、まあ、宮城県の皆様方、まあ、これは関西教育連合の一員として徳島がね宮城県徹底的に応援をしたということもあるわけですけど、まあ、そうした絆が強くなったね女川の皆さん、また皆さんにとってみると女川第二小学校の皆さんというのは妹さん弟さんみたいな感じじゃないですか、ね、ぜひ彼ら彼女たちをね
まあ、徳島にいるお姉さんお兄さんとしてこれからも応援をねしていってあげたいもらいたいと思いますので、多くの皆さん方にぜひ実態をねしていただけるようによろしくお願いしたいと思います。それでは皆さんは特に何か追加でありますか？お一人代表ですが、まあ、先ほど、ね、写真でコラボでやろうという話もいただきましたけど、徳島工業短期大学は去年もフォーミュラを出して参加したんですけど、今年僕は工業短期大学で参加するのが初めてで、前回は小松島西高校さんの方で参加させていただいて、あのブースは成功したんですけど、その目標であった1万人を超えることができなかったのは悔しかったし、あとボルティスさんもちょっと試合で負けてしまってちょっと落胆して帰るお客さんが多かったので、今年はボルティスの方も期待して勝ちを望んで、ボルティスの外と中両方楽しんで帰ってもらえるように目標にしています。ではもうぜひよろしくお願いしますね。で今重要なことをおっしゃっていただいたのはね、やっぱりホームゲームってのは勝たないかんだよね、サッカーの場合はね。アウェーはね、まあ引き分けでもまあやむを得ない、負けなきゃいいというのがあるんですけどね、やっぱりホームでその試合を見に来てくれた、またボルティスの応援をしに来てくれた人にとってみてね、勝ち味を知ってもらう、いやーサッカーっていいな、ホームゲームっていいなっていうね、そうした機運を盛り上げていただくのが皆さんの企画イベントということになりますからね。まあ、最後はボルティスの皆さんに勝ち切ってもらわないといけないと。去年の FC 東京戦もね残念な結果になったし、まあ、その前のカターレとの試合は勝ったんですけどね、そうした意味では3年3度目の正直って言葉があるけど、今は1勝1敗だったわけだから、まあ、今度はそうした意味では東京ヴェルディも強いですけどね、ちょうどいい相手かもしれないですね。はい、ね、ぜひ内外でよろしくお願いしたいと思います。それじゃあ今度四国大学の方では森下さん、はい、お願いします。私たちが考案しているスタンプラリーは、各学校のブースにスタンプを置いてもらって各学校のブースを回っていただけるようなスタンプラリーにする予定になっています。と景品はハロウィンを兼ねた景品になっているんですが、お子様から大人の方まで喜んでいただけるようなプレゼントにしたいと思っていて、私たち四国大学は初めての参加で、会議もまだ数回しか参加したことがないので、皆さんと距離が縮めれるようにというのを一つの目標として頑張っています。まあ、ちょうど今ハロウィンの、ね、プレゼントとおっしゃっていただいて、まあ、先ほども発表いただいたところなんですが、文理大学の皆さんもねこうやってハロウィンのものを出そうと、その時今の企画はあれですか、まだ内緒っていう感じで、まあ、文理大学の皆さんなかなかおしゃれなで出てますから、まあ、コラボというのもいいですし、いやうちこそっていうね競うということもいいと思いますのでね、お互いに切磋琢磨して、場合によっては他のところでじゃあ食べ物でハロウィン行こうかというのもね、まあ、実際よくハロウィンの時はかぼちゃくり抜いてねやりますからね、まあ、そうした食でもハロウィンにチャレンジというのも面白いかもしれないですね。ぜひ意欲的なプレゼント期待しています。それでは次、鳴門教育大学の皆さんですが、先ほどは千葉さんの方が代表しておっしゃっていただきました。あとお二人いかがでしょうか？じゃあ私森さんから、はいはい、私たちは鳴門教室ということで、まあ、やらせていただくんですけれども、まあ、教育大学ということで、まあ、こういう鳴門教室というのをやらせていただくんですけども、私の方は英語科ですので、まあ、英語の方でやらせていただこうと思っています。で、まあ、英語と言ってもじゃあ何をしたらいいのかと考えたときに、まあ英語は言語じゃないかと。で、語源というのを調べてみて、まあこう堅苦しいのはちょっと楽しみに来ているのでちょっとどうかなって思ったんで、語源をこうサッカー用語ですね、サッカー用語の語源をこう雑学的な感じに噛み砕いて、まあ、小さいお子さんたちなら楽しめるかなと思って、それ以上の年齢の方でもまあ楽しんでいただけると思うので、まあ、そもそもサッカーの語源であるとか、まあ、ハットトリックって言ったら、まあ、これどういう意味なんやろうなって思ったりすることもあると思うん で、そういった観点からこう切り込んでいって、まあ、雑学を提供して、まあ、サッカーの試合中とかでも、あ、これはこういうことなんや、あ、そういえばあんなこといいよったなみたいな感じで感じていただけたらいいなと思っています。はい、まあ、確かに
我々から聞いてて、ね、まあ、ハットトリックなんていうのはまさにいい思いつきだと思うし、いろんなこともありますよね、反則にしてみても ね、 そうですね、うん、だからそうした点をこう言っていただくっていうのは、なかなかサッカーを見るにあたって楽しくなってくるかもしれませんよね、はい、まあ、ぜひいい着眼ですから幅を広げて見てください。ありがとうございます。それでは前田さん、よろしくお願いします。同じく鳴る教室で家庭科としてはスポーツ選手と食事というふうに考えています。そこで実際にボルティスの選手の方々にインタビューをして、どういう食生活、食事に気をつけているかというのをインタビューして、それを私が調べた選手と食事というふうなものを関連付けてまとめて子どもたちに教えてあげたいと思っています。そういったことをすることで子どもたちが選手を実際に身近に感じられるんじゃないかっていうふうに考えています。それで私も今年が初めてボルティスの参加させていただくので、すごく楽しみにしています。今おっしゃっていただくように、スポーツ選手と食事っていうのは特にプロになってくると本当に重要になるんですよね。だからボルティスの場合も前身が大塚よしっていうね、まあ、アマチュアのチームだったわけですけどね、まあ、企業チームというかね、まあ、それがプロのチームになって、今ではスポーツドクターもつくことになってますしね、まあ、そうした意味では本当にこの食生活をどう考えていくのか、これによって例えば持久力が出るとか出ないとかね、だから最初の頃、まあ、これも中内部の皆さんに聞いた話なんですけどね、ボルティスの例えばコンビニ弁当ってあるじゃないですか。最近ではコンビニの弁当も県内の大学とコラボレーション組んでね、例えばカロリーが少ないでも地元の食材を使って美味しいとかね、こうしたものがどんどんこう出されるようになってるんですけどね。で今ちょうど国民文化祭の季節でもあるんで、じゃあ国民文化祭を盛り上げようと言って、さらに徳島の食材を活用すると、まあ、こうしたお弁当も出していただいたりと、いろんな工夫が実はなされてるんですが、まあ、一般にはコンビニ弁当というと皆さんは割とお好きかもしれないね、結構揚げ物多くてカロリー高いってイメージないですか。ということでね、最初の頃コンビニ弁当みんなが選手も若いから食べてた、つまり今おっしゃるように食事に関するトレーナーというかね、そうしたアドバイザーっていう形がなかったらしいんですよね。食べたいものを食べてた。そうするとどんな選手でも結局最後ね失速しちゃうんで、油もんばっかりで最初はいいんだけど、だん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 持久力なくなって最後でいつもやられてたわけで、これはいかんということで、そこをこれはまあ大塚グループの皆さんでね、ちゃんとあそこ栄養士の皆さんもたくさんいるし、なんといっても健康食品売ってるじゃないということで徹底的にやってくれたら、去年のあの快進撃になったんですよね。ということでこのスポーツと食事っていうのは非常に重要な点がありますし、もっと言うと徳島のね子どもさんたちって割と小児肥満が多いのよね。でこれが最終的には徳島県糖尿病の死亡率ワースト1が14年連続続いて、いかんということで頑張ってワースト7になって、またワースト1になっちゃってるわけね、まあ、そうした意味で若い世代のうちからやっぱりこうスポーツまた食事あるいはその両方ということが非常に重要になってくるので、この点は大変重要な着眼ですし、鳴る教大の皆さんだけではなくて栄養学科持っているところ実はたくさんするとみんなあるよね。あるいは食の関係といえばね、高校は小松島西高はね岡田高校あるしね、だからそうした点でぜひそうした点カロリーとの関係でもいいし、スポーツと食どんなのがいいだろうか、これもねぜひ考えていただく重要な着眼点になりますので、できたら共通のテーマにしてもらうとね非常にありがたいかな。まあ、まずは口美容じゃなる教さんに切っていただこうかなということですが、よろしくお願いします。それでは次に文理大学は先ほど坂本さんおっしゃっていただきました吉田さん、よろしくお願いします。このイベントに来てもらった人に子どもから大人まで楽しんでもらえるように家族で来てみんなが笑顔になってもらえるようなイベントにしたいと思います。まあ、今先ほど坂本さん今吉田さんお二人の話を聞いてて、まあ文理大学の皆さんの場合には例えば LED の工作だとか、またお菓子釣りの話ね、これも昨年の分を少し改良して仮お菓子にしようとかね、
まあ、こうしたバルーンアートのお話もいただきましたし、写真撮影、これはできたら工業短期大学の皆さんとコラボで行こうという、ね、話がありますので、まあ、子どもさんから大人の皆さんまでが楽しめる、まあ、そうしたイベントがずらっとこう並んでいる感じもしますので、まあ、ぜひ体験型ね、例えばバルーンアートなんていうのは子どもと大人と両方で作り方を体験してもらって、親子で例えば何か作品作ってみるとかね、あるいは子どもさんのところにこうつけてもらって、ファッションショーじゃないけどバルーンアートのファッションショーもなかなか面白いというかね、まあ、ぜひさらに世代を超えるようなアートを作り上げていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。それでは徳島大学は先ほど金松さんに言っていただきましたので、今年大学生の代表も務めさせてもらってます、はい、三枝と申します、はい、泉知事とか、今日、1回国体の試合前にお、話していただいたんで、今日が2回目になるんですけども、印象に残っております。で、僕は去年、このイベントに、一度参加させてもらって、はい、で、印象に残っているのは非常に楽しかったなっていうのと、やっぱりやりがいがあったなっていう、この2つが非常に大きくて、で今年は徳島大学からは、自分がこうウェルネスコースに、入っていることもありまして、徳島県の皆さんにこう健康にもっとこう意識してもらおうということで、体力測定ブースっていうのを設けようかなと思ってるんですけれども、そこで、自分の体力、を測定してもらって、で全国との、平均としてもらって、で、自分の体力がどのようなものであるかなっていうのも体感してもらいたいなと思ってます。で、このイベントは、高校生とこう大学生がこう、関わりを持てるってことでなかなかないイベントなんで、去年やってみて非常にこう珍しいと思ったんですけど、やっぱり楽しかった、あとやりがいがあったなっていう思ってます。で、このイベント、去年思ったのが、もっとこう試合会場に、大学生がもっと来たらええのになっていうが非常に思ってて、で、もっとこう大学生が来たらこうサポーターも増えるんじゃないかなっていうところで、まあ、自分もこう一回試合に行ってみて、そこからこうサポーターボルティスに非常に興味を持って、でそこから興味を持ち始めたんですけど、なので、もっと大学生も一回でも試合をこう見に来る機会があれば、もしかしたらこうどんどんもう少し増えていくんじゃないかなって非常に去年感じました。まあ、このイベントで、徳島県のこう若者がこう、他の人が刺激を受けて、もっとこう学生また若者が活発にいろんなイベントとかもやっていけば、こう徳島県も元気になるんじゃないかなって去年やって思いました。で今年も、それを目標にこう徳島大学の学生に呼びかけて、自分がこう影響を与えられる人間になりたいなと思ってます。まあ、徳島大学の皆さんはちょうど城山島キャンパスのところね、11号沿いに大きな横断幕と試合の日にちもきれいに書いていただいてね、出していただいてるんですけど、今三枝さんおっしゃっていただいた、あるいは先ほど金間さんもおっしゃっていただいたように、この体力測定っていうのもスポーツイベントですからね、当然のことながらスポーツだから体力とは関わるわけなんで、まあ、これもいい着眼だし、先ほど昨年大好評だったというフェイスペインティングね、まあ、どうもサッカーとフェイスペインティングっていうのはもう切っても切れないっていうイメージがね、今ワールドカップサッカーとかねオリンピックでみんなしてるんで、まあ、これもなかなかあれでしょ、難しいんでしょ、誰もが何でもかでもできるって思うんじゃなくて、肌荒れする場合もあるだろうし、そうでもないだからそうした点をね、こういうふうにやったらいいですよみたいなね、広げていただくとなかなか楽しいし、しかしあれですかね、ちょっとお聞きしたいですけど、このボルティスと東京ヴェルディで、まあ当然ボルティス側のペインティングするんでしょうけど、はい、日の丸だったか簡単よね、白と赤で。そうです。これはどういうペインティングするんですかね。もうけどやはりボルティスというふうに打たせてもらいます。じゃあブルーの字、ブルーの字で、はい、ね、あのマーク、これだともうちょっと簡単にしとったらよかったね、あれ今日も旗あるよね、これこれこれなるほどね。それと今おっしゃっていただいた大学生の皆さんにね、もっと会場に足を運んでいただくと、例えば今特大の中でそういう、 こうツアーっていうのは変なんですけど、今日はあるから行こうぜみたいな、あるいは特大でサポーター作ろうぜとか、そういうのはあんまりないですかね。
そうですね、去年までだったらないんで、今年は周りに呼びかけて、そうですね、みんなで行きたいと思って、阿波踊りの時はほら各大学にそれぞれ連があるんだけど、はい、特大は逆に言うと各学部に連があるでしょ、はい、あれ医学部は各学科っていうかね、専攻で全部あるじゃないですか、はい、あれだけあるわけだから、こうボルティスもそれだけね、各学部でサポータークラブ作るとか、それで競い合うとかね、今日はどこどこが当番だ。だからね、サポーター見てても、例えば J1 のチームなんかでの応援がすごいなっていうのは何チームもあるんですよね。でそれぞれね、今日はどこのチームが温度取るとで、みんなが合わせる、今日はどこだっていうふうにこう変えてね、でお互いが競い合う。やっぱね、競い合わないとなかなか数も増えないんですよね。まあ、時たまね、サポーターでナルトで見ててがっかりするね。愛媛のサポーターが多い場合があるよね。びっくりした。岡山とかね、近いとね、やっぱりたくさん来るんですよね。あれどっちがホームかななんていうこともあるから、まあ、ぜひ大学生の皆さんにね、多い、まあ、ここからずっと大学生やから、まあ、高校の皆さんもね、どうサッカー好きだってね、さっきおっしゃってたみたいに、小橋の西高で、そうですね、呼びかけれるように、そうですね、はい、みんなでね、やっぱりこう会場に足を運んでいただく、まあ、企画をしていただくのも重要だし、まずその企画を一番知ってるのはそれぞれの学校の皆さんなわけですから、まあ、さあそこから最低でもね、100人200人やっぱこう参加していただくと、まあ、ここはもう松西だぜと、他ダメだぜみたいなね、まあ、そういうのがこうあると嬉しいよね。そしたらお互いがわーっとね、大学でもここは文理だよ、ここは四国大学だよと、ここはね、国立短期大学だよとかね、ここは鳴京大だ、ここは特大だってね、まあ、そういう陣取り合戦になるような感じになると余計楽しいんですけどね。まあ、ぜひそれ、この大学のリーダーですから、斉藤さんよろしくお願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ということで、一通り皆さん方からご意見ご提言をいただいたわけですが、いかがですかね。せっかくの機会ですから、この企画にかける思いもいいんですけど、皆さん方若者としてスポーツでもいいし、あるいはイベントにかける、あるいは徳島全体としてどうだとかっていう、何かありますかね。せっかくの機会ですから、まずそれぞれのリーダーを代表して、じゃあ大学のリーダーは斉藤さんですから、はい、でその次高校生のリーダーとして言っていただいて、どうぞ。はい、このイベントは、徳島県、まあ、ボルティス、J リーグの中で見てもこうなかなかない企画ということで、僕も参加して、まあ、自分が参加した、去年参加して思ったのは、やっぱりこうもっと、まあ、他のサポーターとかもそうですけど、まあ、大学生と高校生がこう連携を持って今年度は、やりたいなって思ってて、まあ、大学生同士でも、イベント、まあ、他のブースのところ手伝いに行ったりであるとか、横のつながり、またこう高校生との縦のつながりなんかも持ちながらやっていきたいなって思ってて、で、やっぱりこう広報のところで県民により知ってもらいたいなっていうところもこう今年は力を入れたいなと思ってて、で知ってもらったらやっぱりこう来年、今年行けんかったけど来年あったらまた行こうかとか、また次の試合行こうかとか思ってくれたりするかもしれないんで、でそういう、イベントのこうきっかけの部分も今年は力を入れたいなと思ってます。はい、で、自分がこう大学生のリーダーなんで、まあ、自分がこう大学生でイベントを100人とかでやった、この前やったんですけど、もっと大学生のつながりも持てるような、今回をきっかけを作っていきたいなと思ってます。まあ、今の特に広報、確かに重要なんですよね。どうなんですかね、この大学生の皆さんの広報手段というか、お互いの会話の手段、よくまあ携帯のメール使いますよね。どんな感じですか、やっぱりメールですか。そうですね、はい、メール、まあ、まあ、友達の友達とか言うんで、こうやっぱり広がっていくように前回はそうさせてもらったんですけど、うん、はい、まあ、だから何人かこう発信元を決めといて、一斉にこうだぜみたいな、はい、そうですね、
いうのをこうやって、でまたこうレスポンスを返してもらうというのも重要かもしれませんからね、はい、やっぱり若い世代の皆さんは若い世代の皆さんのツールっていうのがあるんで、はい、その伝達手段を駆使をしてね、はい、まあ、これもぜひその企画の中に入れていただく、せっかくいいイベントいい企画をしてもそれを知ってもらわないと意味がないんでね、それをより多くのお仲間の皆さんに、そしてその仲間の皆さんにぜひそこからまた外にも言ってくれっていうのをね、ぜひ広げてもらえればと思います、まあ、重要な着眼ですね、広報っていうのはね、はい、それじゃあ増田さんどうでしょう。自分たちこの松西とか高校生もその文化祭とか学校の文化祭とかその県内のショッピングモールなどでいろいろ広報活動を行いました。やっぱそういう時にはやっぱりあやってるんだなっていう実感とか充実感とかもあって、でそれでまた本番当日のボルティス戦になった時にやっぱそういうお客さんがいっぱい来てくれた時にその自分たちがやったことがああつながってるんだなと思った時はもうすごい嬉しいし、またこの岡田工房はその徳島県を活性化したりで PR 全国に PR したりしているので、そういう活動をこういうサッカースポーツを通じて全国に徳島を発信できたらいいし、スポーツの楽しさを知ってもらえればいいなと思ってます。まあ、とにかくスポーツの楽しさを知ってもらうためには会場に足を運んでもらうっていうね、はい、これが一番だと思うんで、これはもうぜひ高校生の仲間を募ってね、ぜひ会場に足を運んでもらうと、まあ、そして僕たち私たちの企画をね体感してよ、あるいは手伝ってよ、そういう形で広げてってねもらえればと思って、ぜひそれぞれの学校の特色を出して頑張っていただきたいと思います。さあそろそろにはなってきましたが、仲間の皆さんあるいは他の学校の皆さんが言われたことでいやこんなんどうだろうかとか、せっかくの機会だからありますか。本山さん何かある？今何か言いたそうに。佐野さんと2人で相談してて、どうぞ。さっき見どころで、まあ、女川クッキーと見たんですけど、ね、まあ、自分たちで作ったおもちごのシュークリームが、まあ、本山君が推したいそうなので、はい、食べに来てくださいとのことです。はい、美味しいんで。ね、さっき言われましたよね。はい、レアチーズもあるし、あと、モモイチゴとかイチゴのねえ、これなかなか楽しみだけど、ただ季節的にはいける、普通のイチゴはいけるんやけど、モモイチゴ系はいける。まあ一応あの保存されているやつを使ってますんで、ああ洋風してるね、これなかなか楽しみやね。はい、お願いします。大いに PR をね、はい、私も楽しみにします。他よろしいですか。お佐藤さんなんか痛そうな感じで、どうぞ。徳島っていうのは LED の発祥の地でもあるので、ぜひ皆さんにこういった LED の工作などで親子で一緒に作っていただいて楽しんでいただきたいっていうふうに思っています。ぜひね、ハロウィンを盛り上げるっていった意味でも明るいハロウィンね、ぜひ親子での場合によっては3世代っていうのもあるかもしれないんでね、さらに PR を進めていただければ。それじゃあどうもありがとうございました。皆さんそれぞれの、まあ、学校の皆さんがね、まあ、3回連続というところも終わりですし、今回が初めてというところもあるわけですけど、やっぱり若い感性でいろいろ考えてみる、そして前回やったことにさらに工夫を加えてみる、他の皆さんが言ったことに対してじゃあうちもコラボレーションでやってみようかというね、横のつながりがどんどん広がっているな、大変そうした印象を強く持ちました。またやっぱりこう若い感性っていうのはいいなっていう点があってね、まあ、ぜひ皆さん方も思いついたことをどんどん実行してみると、こんなんやってもちょっとダメなのかなとかって思うんではなくて、あこれやってみよう、ひょっとしたら面白いかもよっていうね、まあ、そうした形でまずやってみるっていうことで取り組んでいっていただければと、自信を持ってね頑張っていただきたいと思います。これを盛り上げていただくのは皆さんのまさに企画と行動、大いに楽しみにしています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。